ちょっと待って、なんかめっちゃいるんだけど。モンスターを倒す8匹。8匹。じゃあ頑張ろう。シド、こっち戻ってこなくていいからさ、頑張って。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ということで。ということで、なに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 ？何がなんて？上域ケア。人の話を聞けや。さっきの人どこ行っ、てかこれ完成してる？え、まさかの完成してます？やったやん。命の原木がないわよ。ちょ、待って。その命の原木っていうのはどこに、あ、これか。命の原木。さあ、これを何？どこ？どこ？命の原木。あ、そこに、え、そこ、そこに置くの、え、どこ。え、待って、どこ、これ、ここ、ここに置くんすか。大蛇の設計図1が完成した。やったね。すごー、みんな早やばー。イエーイ。あいつら俺を、何、同じこと語るだけかよ。おい、さあ、できたよ。命の大樹設計図1が完成しましたけど、あとは？あ、はい。みみみ、あいな。君が命の原木を置いてくれたおかげで、一つ目の設計図が完成したみたいだよ。よーし、それじゃあ次は白い花の種を咲かせて、大樹に力を与えましょう。みみん、楽しみだな。長いミミズ星の中でも、花を見るのは僕も初めてだよ。ミミズ星。種を植える場所は、アイナさんが最後に置いた命の原木の周りが良しそうです。では、アイナさん、命の原木の周り4箇所に白い花の種を植えてください。お、植えれるの？ちょ、待ってね。あ、なるほど、なるほど、そこ？じゃ、とりあえず、ちょ、指導、君邪魔なんだけど。君、邪魔なんだけど、オッケー？落ちなかった？はい、これで。オッケー。早っ！咲いた！花咲いたよ！めっちゃ早くない？やば。あれ？どこ？あ、来た来た来た。君じゃない。君じゃないんだ。ミミー、ありがとう、アイナ。種から白い花を咲かせてくれたんだ。お花って、すごく素敵です。小さくて可愛らしくて、それでいて力強くて。お前たち、泣いてやがるのか？まったく大げさだな。だって私たち初めてお花を見たんです。だから嬉しくて。人生で初めて、やばいね。お、なになになに、どこで何が起こってるの？お、輝いた？なんでしょう、今の光は。なんだかお花が輝いて。みみみ、これで大樹に力が宿ったのかもしれないね。それにしても、ハーゴン教団の信徒だった我が輩たちがこんなものを作ってしまうとは。もはや我が輩たちも立派なビルダーということだ。我が輩はビルド町長としてこの地を治めるぞ。ビルド町長。ん？なんだこの強い力は。え、なに？敵？敵がやってきたの？もしや。あ、大樹の力。あ、すごーい！緑になっていきよる！やばー！あ、とりあえずはまだこれだけ。ほうほう。え、このあったかい光は何？ドルトンがなんか出したわけ？なんも出してない、なんも。自覚はなかったが、ひょっとして我が輩に秘めたる力が。バカ言え。あの花が大樹に力を与えたってことだろう。ひゃー、なるほど。それでオーラ的なものが出たわけっすね。きゃはは、すごい。この調子でバンバン大樹に力を上げて、やばいのを完成させちゃおうよ。大樹でかすぎやろ。すげえな。やばいな。それじゃあ、アイナさん。早速新しい大樹を完成させるための続きの設計図を書いてください。ドドーンと思い切って、とびっきりの設計図をお願いしますね。どんな感じになるの？第二段階。お？あ、書いてる、書いてる。どんな感じなん？大樹の設計図2を描いた。あとはこんだけの、次またこれ取ってこんといかんってことかな。今度は私が集めんといかん感じですか？どうなん、どうなん。うわぁ、すごいじゃない、アイナ。続きの設計図が描けたのね。
行こっか。この設計図をみんなで組み立てちゃおう。今の私たちなら楽勝って感じだよ。組み立てるための素材はもう全部収納箱にありますし、私たちだけでも建築を進められますわ。あ、ちゃんともう、え、なに、大、え、すべての段階があるってこと？建築は私たちに任せて、アイナはアイナにしかできないことをやってよね。ふんふんふん。我らビルダーとして精一杯アイナさんの設計図を作ります。さあ、やりましょう。私は逆におったら邪魔になるような感じするもんね。さあ、次は？私は何をしに行けばいいの？お。すごいアイナ。大樹の設計図の続きをかけたんだね。これは超ミーズの僕にもできないよ。設計図の組み立ては引き続き我が輩たちに任せておけ。お主はお主にしかできぬことをするのだ。それじゃあアイナさん、3種類の花の種のうち2種類目の種を探してきてもらえませんか？みみみ、三色島のもう一つなら僕場所を知ってるよ。まずワープで多くのトマト農園に行くんだ。湿地帯を抜けて東に岬がある。その先の小島にきっと花の種があるよ。湿地帯を抜けて東？詳しくはトマト農園の奥さんにも聞いてみてね。ではアイナさん、風のマントを使って花の種を探してきてください。お、まあ、とりあえず、多くのトマト農園に行けばよろしいわけですね。行きましょうか。あそこ一帯がなんかめっちゃ緑になっとった。多くのトマト農園、この辺？ここだね。で、多くに話を聞いてくると。はい、到着。さっき、あの奥にお話を聞けばよろしいのね、オッケー。おうおう、お前たち、今度は何やってんだ？まさかとは思うが、三色島に行きたいなんて抜かさないよな。いや、抜かすんです、それが。湿地帯を東に抜けると、その向こうに三色島の一つがある。ちゃんと説明してくれる、優しい。湿地帯を抜け切って海にぶつかったら、海に向かって左にずーっと歩いていけ。その先にある岬から飛べば、三色島の一つにきっとたどり着けるぜ。それは一体どこなの？湿地帯を抜けて東とは、これのことかな？これの先？でもこれなんかすごい険しい山あるんやけど。湿地帯を抜け、どこ？とりあえずこっち向きに、あそこになんかあるんよね。あれがちょっと気になるけん行ってみようと思う。全然関係ないものかもしれんけど。全くもって関係ないかもしれんけど、まあ、とりあえず気になる場所には行っておこうと。上がっていけるんかな、これ。あ、上がっていけるか。なんかすごい細かく細かく。ほ。ちょ、キメラやっつけといてよ。あ！落ちるー。じゃあ、そんなとこでさ、見てないで助けてもらえます？そのとこで見てないでさ、助けるか、キメラをやっつけるか、何か動けよ。なんだなんだ。じっと見やがって。ほら、何あれ。え、これあれじゃない？導きの玉じゃない？違う？あ、もしかして、あ、これか。なるほど。え、これは、なんだ？あ、この周りのやつを、ちょっと待ってね。久々のグローブ。これをここにはめていく感じかな？不思議な力で弾くんじゃねえよ。これで、は、あ、違う、そんなところじゃないの。そんなところじゃないの。ちょっと待ってね。は、あ、置けるやろ。いや、違う。ちょ、助けてー。は、ちょっと待って。とりあえず、違う。はい。これ取って、で、ここに、よし。で、あとこの、いいよ、く、持ち上がらねえ。よし。で、これを、次またこっちに、ドン。よいしょー。ほっ。違うところについた。くっそ。はっ。ほっ。弾かれんなし。ほっ。これ普通にさ、下に泥を置いてからやった方が早いんじゃね？と、私は思った。はっ。ほら、めっちゃ弾かれるもん。じゃ、ココアの上に。ココアの上にドカッと置きまして。これで。ちょっと待って。
はい、これも持ち上げて、で、これを、ここからさらにジャンプ。はい。オッケー。そして、はい、置いて、よっ！はい、完成。小さなメダルは一体どこで使うんやろ？別にこの島とは限らんってことかな。はい、ビルダーパズルをクリアした。え？クリア。よし、来た来た。なんもないんかと思った。はい、小さなメダルゲット。これで。まあ、ビルダーパズルクリアはいいんやけど、まあ、この辺から見えんもんかな。で、ここは一体どこなんだ？全体マップ。あ、一応これ海まで来たよ。海まで来たよ。とりあえず左に向かっていきます？なんかちょっとね、よくわからないけれど。どこなんだろうな。いや、なんかその湿地帯を抜けて、の、湿地帯を抜けるっていうのがさ、どこなのかがよくわかってないんだ。どここれ？なんなのこれ？湿地帯これ？なんかめっちゃ木が生い茂ったところに来たんだけど、どここれ？じゃあやめて攻撃しないでくれる？あっちの方とかになんか、あ、戦っといて。ちょ、炎こっちに飛んできてる、飛んできてる。ちゃんと戦っといてくれないと、足止めしといてよ。なんなの？なんか、ついてこないといけない感じなの、君。今、ついてきてくれんと困るは困るけど。この辺、いや、関係ないっすね。ちょ、とりあえず高台のハーゴン教会行こう。え、めっちゃ迷子、めっちゃ迷子。ちょ、助けてー。ちょ、誰か助けてー。どこに行けばよろしいのかしら？とりあえず方向的には、ん、こっちの方向でいいんか。いや、こっち、向きに、あそこになんか炎が見える。じゃあ、あっこ行ってみよう。これ普通に降りれる？あの炎は一体何？いた、見えてなかった。全然見えてなかった。待って、これ水？いや、水だね。じゃあ追いかけてこないでくれる？あ、ほら、ここにも。これもビルダーパズル？ですね。ん？これはやったやつかな？いや、やってない。あ、ここを壊せばいいわけですね。はいはい。オッケー。これめっちゃ簡単。はい。水が流れ出ました。え、届いてないよ。え、届いてないけど。ちょっと待って。これを、は。はい。無理やり満たしたけどいい。とりあえず。無理やりでも満たしてみたけど大丈夫。ビルダーパズルクリア。はい。クリアになるんやね。よかったよかった。はい。やっほー！やっほー！小さなメダルゲットー。でさ、何やった？どこに行けばいいんやっけ？とりあえず、そう、海にぶつかったから次、こっちの方向、でも方向的にはこっちよね。どこなんやろ？あ、あっこ？え？違う、あれ、高台じゃない？あれ、違う、何置いてんだ、私。おお、なんかレベルが上がってよ、どうも、ありがとう。レベルが上がりました。レベルが9になった。やったね。これは、レベルは何、何別の島に行っても受け継がれるんかな。鍋の蓋、今頃すげえなんか初期装備なんだけど。
あれ、でもこっちの方向。違うか。え？何？え？何何何？ちょっと全く持ってわからないんだけど。一体私はどこへ行けばよろしいんでしょうかね。なんかあの辺じゃない？めっちゃ適当、めっちゃ適当に言うけど。あの辺からなんか渡っていけたりとかせんの？こっちかな？なにあれ、キモ。なにあれ、ありえん。気持ち悪すぎるやろ。ここちょっとずつ降りていける？なんとなく降りていけよるかな。おっと、危ねえ。よいしょ。とりあえずこの辺降りてって、キモーい。無理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 。やってられない。やばいやばいやばい。辛い辛い辛い。キモいキモいキモい。無理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 。何？強いモンスターってよりやん。ほら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 。じゃ、指導頑張って。あれし嫌だから。じゃ、マジ、虫無理だから。虫無理だから。キビの種はこの先にはないようだ。ここも湿地帯のところかな。この先？ここって何だった？あ、一応ここも湿地帯だな。じゃ、ここを抜けていけばいいんかな。今なんか光おらんかった。気のせい。とりあえず。お！いや、違う、このオークやんか。違う、このオークじゃない。ちょっと待って、湿地帯抜け、どこ？ね、どこなの？湿地帯抜けた先ってどこよ？めっちゃ絡まれてるけど、大丈夫それ。東に抜けて三色島の一つから湿地帯抜け切って海にぶつかったら、海に向かって左。海に向かって左？ちょっと待って。全然わかんないんだけど。あれ、東こっちやろ？ねえ、湿地帯東へ抜けるってやっぱりこっちやん。で、まっすぐ行って海にぶつかるって言ったらそこやろ、やっぱり。もう、何？何なの？海に向かって左って何？海に向かってるよね。海に向かって左ってやっぱりあれやん。あっち？あっちか？あっちかもしれない。ちょっと待って、行くわ。私逆方向行きよったよね。あれだ、あれ。こっちだ。多分。絶対そうや。正反対の方、あったーやっとあったー。ふぅ。あっちの方向行きよったーね。真反対の方向やったよ。ふぅ、やっとたどり着く。名薬の黄色い花は草木の微笑み。微笑みは岬より先の地に。黄色い花やって次は。あ。間違え。はっ。ふぅ、ここには誰がいるの？リリパッド？よいしょー。誰かいるっぽいね、向こう側に。リリパッドっぽくない？アローインプが現れてやめてよ。底なし沼につき遊泳禁止。底なし沼つら。ちょっと待って、なんかめっちゃいるんだけど。モンスターを倒す8匹。8匹。じゃあ頑張ろう。シドこっち戻ってこなくていいからさ、頑張って。つらいつらいつらい。つらいつらい。底なし沼なんやろ、これ。やだぁ。やだぁ。上がれねえ。危ない危ない危ない。ちょ、君らここそこの死ぬまって知ってる。危ないんだからやめてくれる？はいはいはい。狙ってるな、あいつ。怖い、怖い。って言いながらも駆け上がる。あ、間違えた。間違えた、間違えた。へい。てい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 。俺たちの島だぞ、ごめんね。ごめんね、荒らしてて。でもほら、迷惑だから。ちょ、待って。ああ！痺れてもパン湧く。せい。よいしょ。
目の前でパンをむさぼりつつ、よし。いいぞ、いいぞ。はっ。素早く避けて。しかし、痺れる。あと3匹。どこや?あと3匹どこや?シドはどこで戦ってんの?あ、あっちに。ん?こっちにもおるな。あ、てかそこにハテナいるんだけど。助けてくれ!何?ん?キャー!沈む!お前は人間?今話し込んでる場合じゃねえ。助けてくれたらいくらでも話してやる。あのアロアインプどもをやっつけてくれ。あ、なるほど。宝箱開けようと思ったけどダメやった。どこにいるの?あ、あの上にいるな。そんな上にいずにこっちに来いよ。よいしょ。この辺ちょっと削って、形を変えていく。ああ!やめてよ。宝は渡さん。あ、さっきのあの宝箱かな。あと2匹。どこ?あっちや。あっちと?あっち。結構離れとるな。衣装を降りていきます。あ、あれやね。オッケー、行こうじゃないか。この上やね、この上。こっから行けるんじゃね?え、シドウ、戦ってる?ビシビシやるのシドウじゃなくってアローインプじゃね?って、ちょ。あ、ここにおるな、ココアやった。全然違った。で、あとは?ん?どれや、あと。なんかこの辺におらんかったっけ?あ、あれや、あれ。ちょ、全部私やっつけてない?シドウただ単に行方不明なだけなんやけど。なんだ、使えねえな。君、戦闘ぐらいしか役に立たないんだからさ、ちゃんとしてよ。は、で、落としてくー。人間が今さら。やったね、どこから来た、お前。やったぞじゃねえ、絶対隠れとったやろ。よし、魔物どもを倒したな。同じような顔で喧嘩しやがって。うおー、お前たち、鬼切るぜ。助けてくれた礼をする。さあ、こっちだ。俺んとこに来な。あの宝は何?もともと、あれかい?その、誰でしたっけ?アローインプじゃなくって、あっちの、奴らのってこと?ちょ、名前忘れたけど。ちょっと待っててね。そっちに行くから今すぐ。結構移動早くない?まあ宝と聞いたらね。あ、そうそう、リリパット。ここはリリパット族の島だ。うおー、ありがとう。アローインプたちを倒してくれて助かったぜ。俺たちの島って言ったのに、アローインプ。あいつら顔入れが悪かっただろ?あのアローインプたちは、ハーゴン兄弟に息がかかった連中なんだ。名役の花の種を奪われなくてよかったぜ。あ、これが花の種ね。それでお前たち、どうしてこの島に?まあね、今ちょっと、立て直してるからね、大樹を。へえ、お前はビルダーなのか。新しい大樹を作るつもりなんだな。だったらこの宝箱の中にある、黄色の花の種を持っていくといい。その中にこそ、迷惑の花の種がある。新しい大樹が完成すれば、ご先祖様もきっと喜ぶ。さあ、遠慮せず持っていきやがれ。持っていきます。さっきまでこの宝箱なんかくすんだ色してなかった?なんか輝き出したけど。黄色の花の種を手に入れた。おお、それがチャコが言ってやがった花の種だな。よし、リリパットに話を聞いてから、無縁に戻ろうぜ。まったくとんでもない奴らだぜ、ハーゴン教団の連中は。奴らはこの島がものづくりで栄えてるのを見て、大樹を破壊しやがったんだ。それだけじゃねえ。大切な大樹を鎖風を吹かせる高い木に変えちまいやがって。そして教団がそれをビルダーのせいにしやがったんだ。だけどもな、人間があんなにコロッと騙されるとは。ああ、迷惑の相手がハーゴン教団なんかに騙されるなんて、情けないったらありしねえぜ。なるほど。なんで騙されたんやろうね。ちょっといまいちよくわからんけど。細かい事情がいまいちよくわからんけど。まあ、じゃあ戻りますかね。花の種も見つけたことだし。ワープします。はい。そっちはまだ出来上がってないっぽいね。おっと。みみみみーん。黄色い花の種を見つけてきてくれたんだね。新しい種も可愛いですね。咲いているところを早く見たいです。綺麗なお花、マギエルさんにも見せたかったな。マギエルさんのためにも大樹を完成させなきゃ。そうそう、マギエルさんが考えていた大樹に力を与える方法なんですが、どうやら花以外にも方法があるみたいなんです。
すべての実りを集めたものが必要ということまでは分かったのですが、それが一体何を意味するのか。私必ず答えを出します。分かり次第お教えしますから、大いに期待して待っててくださいね。それじゃあいいな。さっきと同じように、まずは設計図が組み上がるのを待つんだ。最後に君が設計図の場所に命の原木を置けば、この設計図も完成だよ。え、じゃあ最後のは種じゃないってこと？誰かが守ってんじゃないの？あ、でも誰かって言ってもあれか。人間が守ってることになるのか、名役的には。大ネズミと、レイバットと、あと人間？なるほどね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まーたねー。まあ、第2段階も多分もうすぐ完成すると思うけん。その次もまたあるんかな。まあ、頑張っていこう。